アイテム番号 SCP-201JP オブジェクトクラス、セーフ、ユークリッド、特別収容プロトコル。 SCP-201JP が存在するホテルは財団のフロント企業として営業されており、地下階への一般人の立ち入りは禁止されています。オブジェクトの入り口は2名の武装した警備員によって守られ、異常を発見した場合速やかに研究チームに報告することになっています。オブジェクト内の清掃はレベル2以上の研究員に許可を得た後、殺人経験ないし近親者の死に関する心理的トラウマを持たない一般職員によって2週間に一度行ってください。また設置する監視カメラには耐水加工を施してください。2000年月日現在、SCP-201JP に関するすべての実験は凍結されています。事件記録 201JP。インシデントを参照してください。説明。SCP-201JP は北海道札幌市のホテルの地下1階に存在する30メートル。20メートル、5メートルの厨房です。非活性状態のオブジェクトは常に淡く発光しており、照明を必要とせずに室内全体を視認することがかろうじて可能です。この特性から、当初は、微妙に光る調理室、として財団エージェントに回収され、蒸気以外に異常な性質が認められなかったことから直後にアノーマラス分類されました。ホテルのオーナーは2000年頃から厨房が異常な性質を示し始め、料理人たちが、不気味な光、あるいは、すすり泣きのような物音、などの噂に対する不安感を顕著にしたため、やむを得ず閉鎖していたと証言しました。改修から数週間後にホテルの経営母体が破綻したことから、財団はホテルの権利を買い取り、北海道に拠点を置くフィールドエージェントのための政府施設として利用することに決定しました。それから1年後、過去に要注意団体の構成員数人を修了した経験のあるエージェントが SCP-201JP に入室したところ、オブジェクトが活性化し、SCP-201JP-1 の出現と同時にオブジェクトの本来の性質が発覚しました。SCP-201JP-1は殺人経験または人の死に関わるトラウマを持つ被験者が単独で SCP-201JP に入室することをトリガーとして出現する人型存在です。外見は多くの点で男性的特徴を有しており、全長は175センチメートル前後で痩せ型、球児、いわゆるギャルソンに似た衣服を着用しています。後頭部分から首が何らかの手段で斜めに切断されていることから頭部は存在せず、断面からは紫の花びらのクロッカスが生育しています。頭部が存在しないにもかかわらず、対象は不明な方法で周囲の状況把握と発声を行います。常にこうしだれた格好をしており、その言動や仕草は、あるいはヒステリーの傾向が見られますが、他者に対しては概ね友好的な姿勢を示し、丁寧な日本語で対話に応じます。SCP-201JP-1 は遭遇した人間に対して速やかに料理を提供します。以下 SCP-201JP-2。これは視覚的には白色の陶器の皿に盛り付けられた一般的なミートスパゲッティに見えますが、現在まで原材料並びに成分は未解明です。また、この際の SCP-201JP-1 は SCP-201JP-2 を、懐から取り出すよう、に出現させることが確認されていますが、その発生プロセスに関する研究は進展していません。SCP-201JP-2 を差し出された被験者は懐疑的な姿勢を示しながらもアイテムを受け取り摂取を開始します。摂取開始から2、30秒後、被験者は過去に自らが経験した殺人や知己との死別に関する状況説明を始め、その事案の前後に取った己の行動の問題点や反省点を自発的に挙げることで激しい自己嫌悪に陥ります。SCP-201JP-1 は被験者の説明に対して嗚咽に似た音を発しながら同情的な反応を見せ、
気遣いの言葉や今後のアドバイスを被験者に語りかけます。SCP-201JP1 の言葉を耳にした被験者は安堵を示し、安心感と満足感が起因とされる多量の涙を分泌します。被験者が SCP-201JP1 に感謝の言葉を発するまたは SCP-201JP2 の可触部分を感触した時にオブジェクトは非活性化し、SCP-201JP1 と SCP-201JP2 は消失します。オブジェクト外に退去した被験者はほとんどの場合号泣を続けますが、鎮静後は非常にはつらつとした姿を見せ、以前に抱えていた一切の心理的な問題の兆候を見せなくなります。これまでに SCP-201JP に対して行われた実験から、オブジェクトは SCP-201JP1 と SCP-201JP2 を媒体として被験者に接触することで人間の深層心理に介入し、いわゆる、良い影響を及ぼすものであると推測されています。このことから、財団に対して非協力的な B クラス職員や第一線で活動する研究員、フィールドエージェントなどをオブジェクトに接触させることで組織全体の職務効率を上昇させる計画が立案され、現在研究チームと日本支部理事会との間で調整が進められています。計画は理事会の命令により中止されました。事件記録 201JP、インシデントを参照してください。SCP-201JP 実験ログ、一部抜粋。実験記録 201JP3、日付2000年月日。対象 B4402、女性のみを狙った無差別殺人の容疑で死刑判決を受けた。他者に対して非常に攻撃的な性質を示す。実施方法、被験者を SCP-201JP に入室させる。結果、SCP-201JP1 が出現。被験者は幼少時に自らにネグレクトを言っていた母親を階段から突き落とし、殺害した体験を説明。被験者の母親の死亡は事故死として処理されていた。死亡直後の母親の顔が忘れられず、その後も無軌道な殺人を繰り返したと語った。SCP-201JP1 は、たとえどんなにひどく苦しい記憶だとしても、あなたがお母様のことをいつまでも覚えている。それこそがあなた自身の贖罪になるのではありませんか。と発言。おえつらしき声を発した。被験者は号泣しながら SCP-201JP2 を感触。感謝の言葉を発した。その後の D4402 は財団に対して非常に協力的になり、与えられた職務を積極的にこなすようになった。1ヶ月後に通常通り月例解雇、分析、オブジェクトに入室したことで被験者の凶暴な性質が中和されたと推測される。原理は不明ながらその後の被験者に心理的な問題が発生した形跡はなく、よってエージェントの初接触の際の悪質な思考操作に関する疑念は暫定的ながらも撤回された。実験記録 201JP7、日付2000年月日。対象 B4426、妹夫婦の子供2人を浴槽に沈めて溺死させ、無期懲役の判決を受けた。軽度の躁鬱症で、拒食に起因する栄養失調状態だった。実施方法 SCP-201JP2 を採取するキットを持たせた上で被験者を SCP-201JP に入室させる。結果、SCP-201JP1 が出現。被験者は姉よりも先に結婚し家庭を築いた妹に対しての憎悪と、自分が居候であることの恥ずかしさから犯行に及んだと説明。しかし子供は無関係であったことを認め、謝罪の言葉の後に自殺をほのめかす言動を行った。SCP-201JP1 は、それでは誰もが救われない。我々は最後まで生きなければならないのです。それが死よりも苦しい道だとしても、と発言。おえつらしき声を発した。被験者は号泣しながら SCP-201JP2 を感触。
命令違反。実験終了後 D4426 は拘束され消化物の摘出手術を受けたが、SCP-201-JT には発見されなかった。被験者はその後心身ともに健康な状態を維持し、ビゴの SCP の実験中に死亡した。分析。SCP-201-JT2 のサンプル採取失敗は今回で3度目。以降も優先課題として挙げられる。実験記録 201JT10 日付2000年月日。対象、研究員。殺人の経験はなかった。実施方法、被験者を SCP-201JT に入室させる。結果、SCP-201JT1 が出現。被験者は親しい間柄だった同僚の研究員が SCP の実験中に死亡した事件について説明。自分のオブジェクトに対する警戒心の欠如が招いた結果であると発言した。SCP-201-JT1 は、あなたが自分自身を責めれば責めるほど、生まれる必要のなかった苦しみがあなたの心をさらに締め付けるでしょう。それはあなたのご友人が真に望まれることでしょうか?と発言。おえつらしき声を発した。被験者は号泣しながら SCP-201-JT2 を完食。実験から1年後、研究員は SCP-2 に関する研究で大きな成果を上げたことで B クラス職員に昇格した。分析。殺人経験のない人間が SCP-201-JT1 に遭遇した初の事例。対象は人の死に関する深いトラウマに反応して無差別に出現するのではないかと推測される。実験記録 201JT16 日付2020年月日。対象、エージェント、SML、実施方法。被験者に対して SCP-201JT1 への物理接触を求めた後、SCP-201JP に入室させる。結果、データ削除済み。監視カメラには実験終了後に号泣しながら SCP-201JP から退出する SML の姿が記録されていたが、警備員は入り口付近で号泣しているエージェント、様へを発見、拘束したと証言した。編集済み、と考えられる。分析。様への件はともかくとしても、物理接触が失敗したのは誠に奇妙であるというほかないし、これまでの実験において SCP-201-JT2 のサンプルを回収できていないのも腑に落ちない。SCP-201-JT1 や SCP-201-JT2 は本当にこの世界に実在しているのか?八条博士。実験記録 201JT19 日付2000年月日。対象、結城博士、実施方法。被験者を SCP-201JT に入室させる。被験者は SCP-201JT の特性を知らされていない。結果、データ削除済み。実験計画を立案した。研究員はレベル1に降格となった。分析。人は長く生きていれば様々な事柄を経験します。今後の実験被験者選定はより厳正に行わなければならないでしょう。私から言えるのはそれだけです。結城博士。承認、実験記録 201JT、日付2000年月日。対象、B、強盗殺人の容疑で死刑判決を受けた。米国から送致された人員であり、日本語を理解しない。実施方法。被験者を SCP-201JT に入室させる。結果、変化なし。SCP-201JT1 は出現しなかった。分析。被験者の日本語に対する無理解が原因である可能性が高いと思われるが、裁判の際の被験者は一貫して無罪を主張しており、判決後も裁判のやり直しを積極的に要求していた。SCP-201JT の非活性との因果関係を調査する必要があるため、定期解雇は一時免除される。事件 201JT インシデントによる新規実験凍結のため、B
に関するさらなる調査は困難と判断。被験者の解雇免除は取り消された。警告。このファイルに記載されているのはレベル3以上の職員にのみ閲覧が許可される極秘扱いの情報ですが、SCP-201-JP に関連する実験の被験者となった人間は閲覧権限の対象外となり、アクセスした場合にダミーの報告書が展開されることになっています。万が一不正アクセスが発生した場合、対象者にはカウンセリングの受診と A あるいは B クラス記憶処理の自由が与えられます。ファイルを開いています。空白。空白。B4874を用いた第。回 SCP-201-JP 実験記録より抜粋。インタビュアー、B4874。対象、SCP-201-JP、1。記録開始。B4874。俺、こんなに泣いちまったのは生まれて初めてだよ。号泣。あんたにもっと早くに会えてたなら、もっと違う人生だったかもしれねえ。SCP-201-JP、1。おえつを抑えながら、それはわかりませんが、わずかでもあなたの助けになれたのなら幸いです。では、名残惜しいですが私はこれにて。B4874。あ、ちょっと待ってくれ。SCP-201-JP、1。いかがなさいましたでしょうか。B4874。あ、その、あれだよ、俺だけ、こう。悩みを打ち明けちまうのは忍びないっていうかさ。俺にはわかるぜ。あんたも背中に何か、悲しいもんを抱えてるんだ。だから俺みたいな奴にも真面目に向き合ってくれたんだろ？今度は俺があんたの話を聞く番だって思うんだけど、どうかな？ SCP-201-JP、1、沈黙。B4874、いや別に、ただ単に俺が聞きたいだけの話だし、言いたくなかったらいいんだけど。SCP-201-JP、1、ハラジンが。B4874、ん。SCP-201-JP、1、コ・ボークアラジンが大のお気に入りでございました。あの方は、一時期はそれ以外の食事を全くお口に入れなかったこともありましたのです。色の濃い野菜は苦手だったようで、ご食事の際はよく言い訳をおっしゃいながら別の皿に襟分けていらっしゃっていましたが、私は後ほど天外社に参って、それをこっそり処理しなければなりませんでした。そう、私は、シキアグエンドの身分だったのでございますが、恐れ多くもあの方へ直接ご食事をお届けする給仕の役目を仰せつかったのでございますよ。今思えば、あの采配は料理長たちが万が一の時の攻めを適任者になすりつけようとした結果だったのでしょうね。それでも私は何も言わずに仕事を続けましたし、毎日何度も光宮へ向かう道中でお会いする行為の方々にも差したる無礼を働くことはございませんでしたので、罰されることはありませんでした。B4874。え、何？ごめん。早口すぎてよく聞こえなかった。SCP-201-JP、一同言うわけか。あの方は私のようなものにも対等であるかのように接しなさっていました。おそらく私のことを、身分の高い料理長か何かだと誤ってお考えなさっていたのでしょう。あの方は都市不相応に聡明でしたが、知識に偏りが見られると言いますか。身の回りで起こる些細な事柄に関して、あまりお知りになられないことが大層ございましたのです。お食事を取られながら、私に様々な話をお聞かせくださっていたのを覚えております。政務のこと、退屈な謁見のこと、厳格な義事子様や戦争官僚、過保護な女官どもへの愚痴、そして天外の外に広がる数多の、データ削除済み、のことを、目を輝かせながら私にお教えくださいました。あの方は苦しんでいた。それゆえに、自らの、が届く限りの全てを守ろうとしていらっしゃったのでございます。私は彼女を、あの方を、お慕い申しておりました。まだ幼いその恩義を犠牲にし、
ひたすらに尽くし続けるあの方のおそばに、いつまでもあり続けたいと、卑しい身でありながら、そのような抱きすべき不遜な考えを。B、4874、無言で SCP-201JP、2を摂取する。SCP-201JP、1、しかし、ああ、しかし、あの日、忌まわしき、僧侶どもに率いられた、過去の同胞、が浮遊ゴルになだれ込み、聖域を怪我し、知らせを聞いて、私は急ぎました。すでに光宮は暴いたずらに破壊され、あたりからは小さな火が立ち上っておりましたが、あの方は瓦礫の下に、幸いなことに、まだ息は終わりでございました。あの方は、夕食の時間だとおっしゃいました。いつものお綺麗な笑顔を浮かべて、私の作った腹陣が食べたいと、ごちを吐きながらおっしゃいました。私は、この機に及んでも、本当のことを伝えられませんでした。私はただの卑しい給仕であると伝えずに、あの方を隠してから、急いで厨房へ戻りました。料理長たちはボートを恐れて未だ室内に隠れておりましたが、私は構わず食料を物色しました。材料は何とか揃っておりましたが、肉をしまっていた貯蔵庫だけが破壊されてしまっていましたので、やむを得ず料理長たちで代用いたしました。B、4874、フォークを取り落とし、呆然とした視線を SCP-201JP、1に向ける。3秒後に SCP-201JP、2を激しく嘔吐、床に吐砂物を撒き散らした。SCP-201JP、1、新鮮な材料を選び、調味料を見比べ、ソースを煮込み、麺を茹で、見よう見真似でございました。がむしゃらにお作りいたしました。ようやくできた腹陣は、いつもお出資しているものよりは少々塩辛い不格好なものでしたが、私は急いであの方のもとへと食事をお届けいたしましたのでございます。ますが、ですが、ああ、ああ、あの方は、彼女はすでに、ああ、ああ、工房が失われた。工房が失われた。私は結局最後まで、あの方を騙し続けたのだ。私は、B、4874、咳込みながら、お前、まさかこれは、SCP-201JP、1、あの方はきっとわかっていたのだ。私が卑しい愚かな給仕であることを、とうの昔に見抜いていたのだ。だから私に罰を与えるために、判別不能、罰だ。これは罰なのだ。私の愚かさが招いた。判別不能、工房よ、あなたは私が殺したのです。私が、お慕い申して、それでも、この世の春を、失った、に。SCP-201JP 内の壁面が異常発光を開始。11秒後、室内に存在するすべての給水管から大量の水が噴出し、猛烈な勢いでオブジェクト内を満たしていく。B、4874、悲鳴。SCP-201JP、1、判別不能、私の罪は、噴出した水が天井にまで達し、監視カメラを破壊。記録終了。空白。結果、カメラ破壊から8秒後、大量の水が SCP-201JP から地下階に溢れ出し、B、4874を含めた、名の財団職員が水流に飲み込まれ窒息死しました。液体の成分を調べたところ、89% という高い水準で人の涙に含まれる成分と一致。また事件後にオブジェクトは非活性化し、SCP-201JP、1も消失が確認されましたが、B、4874が嘔吐した SCP-201JP、2の残滓の回収が奇跡的に成功し、その主成分が人の体組織であることが判明しました。事件から1週間後、財団日本支部理事会は SCP-201JP の有効利用に関する計画の永久凍結を発表。倫理委員会がこれを支持しました。オブジェクトはユークリッドに再分類され、
今後行われる予定だった全ての実験は中止されます。